ロブソン通りロブソン通りはカナダブリティッシュコロンビア州バンクーバー市のダウンタウンを南東から北西に向かって走る通りである。ロブソン通りはバンクーバーで最もビルの賃貸量が高く平均で年間208ユーエスドル1平方フィートとなっている。名称は州政府の政治家ジョン・ロブソンにちなむ。1895年ブリティッシュコロンビア電気鉄道によって 路面電車の線路が敷かれ、商業地として急速に発展した。20世紀前半から中期には、ロブソン通り北西部がバンクーバーのドイツ人文化と経済の中心となり、現地住民からもドイツ風にロブセンシュトラーサと呼ばれるようになった。現在では、このように呼ばれることはないが、ロブセンシュトラーサホテルという名前のホテルが残っている。現在は通りに面して、 数多くのコーヒーショップやファーストフードショップ、デパートや衣料品店等が数多く並び、バンクーバーうちでも屈指の商業区域となっている。またこの通りに沿ってコーストマウンテンバス社によってトロリーバスが運行されている。ありがとうございます。